副島貴彦もなった。スイカの食べやすい切り方。群馬の由美子です。こんにちは。今日は2022年2月あごめんなさい。10月えー、14日金曜日です、えー。スイカの時期はもう過ぎてしまいまして、秋になりました、えー、今日はですね。あの夏の初めに6月ぐらいだったと思います。にえー、薮塚の。 小玉スイカが手に入りましてそれを使ってですねあのベストセラーを連発している添島孝彦先生もうなったという私群馬の由美子が自分で考え出したスイカの食べやすいしかも平等な感じで食べられる切り方をご紹介します。 えこのように2つに割りましてまた4分の1にね切りますよ。その4分の1をまたえ半分ということは8分の1に切ります。これぐらいまで切ったら真ん中をザクッと切ってでこの角っこを。 に合う包丁が合うようよに切るんですねそうするとなんだかなんという形なのかわからない三角錐っていうんですかねでねあのこれ端っこの人っていう感じがないんですよ端っこを食べなくちゃならない人みたいなのが出ないどこを取ってもいいとこを食べてる感じがするんですよねでね 形としても食べやすいですね。どういうわけか。三角錐みたいになってるからですかね。食べやすいのは口に。パクッと入りやすいですね。これどうして副島貴彦先生が唸ったかというと。ええと三点一一。あの東北の大地震の時に。その後ですね。副島先生が。 原発まで行って大弟子さん連れてねそれで原発のね正門のところまで行ったんですよねでなんか防護服着てる人のとこへスーツとコートで乗り込んでですね別に大丈夫そうだなっていう感じがね分かったらしくってなぜかというとその向こうのその門番してる人がね防護服でもう全身 あの真っ白けでさ防護してるけどあの「なんで先生大丈夫って分かったんですか?」ってみんなでこう質問したらなんかその緊迫感がないみたいなそういうその相手の人がねそのそういうのは本当に実際に行ってみないとわからないですよねそういうところへ。 これででねねねすすごい人ですよね先生ねそれでうんとその後あの福島をの,その原発の辺りを監視するぞって言って宮古寺っていうところへねあのなんか小さなスーパーのがどいたところをですねそのスーパーの建物そのまま借りてでお弟子さんを一人住まわせてですね いたんですけれどもそのそこへみんなで夏にいっぺん集まってあの泊まったんですよねそこへ泊まったんじゃないんですけどその近所のうんと旅館宿にね泊まってでそのうー宮古寺の学問道場添島高彦の学問道場の福島 家みたいので何て言ったかな名前忘れちゃった福島事務所みたいなそこでみんなで勉強会をしてですねで途中お昼食べたりなんかした時に大きいスイカ持ってきてくださった方がいてねでそのスイカを私が見事に切ってみせますと「先生見てくださいこれは私が自分で考え出した食べやすい切り方なんです」としかも平等な感じで食べられます。 ふーんって先生見てて「うん分からない」とか言ってたんですけど <laughs> 実際こうお出ししてねこう食べてもらったら「うん食べやすいね」とか言ってねうなったっていうほどじゃないんですけど <laughs> あの認めてくださいましたうんまあそういうことでこれは私のオリジナルの切り方です皆さんどうぞこれもし来年の夏ねあのスイカ切る時はこれはね群馬の由美子が 開発した聞き方だよって言ってご家族に出してくださいよろしくお願いしますそれじゃあまたさようなら